アメリカ合衆国、メキシコ合衆国及びカナダとの協定はアメリカ合衆国、メキシコ及びカナダの自由貿易協定である。米国、メキシコカナダ協定、米国化協定、米国化参加国協定、新ナフタなどの様々な訳語、略語、通称があるが、以降は汗ムかで統一する。これは2017年から2018年にかけて、 北米自由貿易協定の加盟国が再交渉した結果であり、2018年9月30日に内容について実質合意がなされ、2018年10月1日に正式に合意された。2018年11月30日にブエノスアイレスで開かれた G20 のブエノスアイレスサミットの席上でアメリカが衆国大統領ドナルド・トランプ。 メキシコが州国大統領エンリケ・ペーニャにへとカナダ首相ジャスティン・トルドーがこの協定に署名した。協定の発行のために必要な手続きが各国の立法府で終了し、最後となった米国の手続き終了の通報が2020年4月24日だったため2020年7月1日に発行した。交渉の焦点は主に自動車輸出、鉄鋼及び アルミニウム関税、乳製品、卵、および、課金市場に向けられた。また、条項の一つで、データの国境を越えた流れを制限する法律を、各定約国が成立をさせることを禁止している。ナフタと比較して、アセムカは環境及び労働に関する法制を強化し、乗用車とトラックの国内生産を奨励している。この協定は、また知的財産保護を更新し、 アメリカはカナダの190億ドルの乳製品市場へのアクセスを増加し、自動車やトラックの国内生産を促進した。カナダとメキシコの自動車生産に割り当てを課し、オンラインでアメリカ製品を購入するカナダ人の免税限度額を20ドルから150ドルに引き上げた。アセムカは1994年1月1日に発行した北米自由貿易協定を元としている。 この協定はアメリカによるカナダに対する個別の二国間での関税措置の導入の恐れを含む一年以上の交渉の結果であった。2016年アメリカ合衆国大統領選挙中、ドナルド・トランプの選挙公約は北米自由貿易協定の再交渉または再交渉が失敗した場合の協定の廃棄を含んでいた。選挙の後、トランプ大統領は 他の国との貿易関係に影響を与える多くの変更を行った。パリ協定から離脱し、艦隊兵をパートナーシップ協定の交渉を中止し、中国に対する関税を大幅に引き上げることは、彼がナフタの改定を真剣に検討していることを強く示した。アセムカの長所と短所をめぐる議論の多くは、すべての自由貿易協定をめぐる議論と類似している。 例えば、FTA の公共財としての性質、国家主権の潜在的侵害、貿易取引の文言を形成する上でのビジネス、労働、環境、消費者利益の役割などである。この協定は各諸名国によって異なる呼ばれ方をしている。アメリカでは、ユナイテッドステー t メキシコカナダアグリーメント、カナダでは、英語では、カナダユナイテッドステー s メキシコアグリーメント。 フランス語では、アコードカナダへ行ったニツメキシキメキシコでは、トラータドアントレメキシッコ、アストドスウニドスワイカナダである。これは、非公式にこれまでの三国間協定の北米自由貿易協定と比較して、ナフタ2.0またはニューナフタとも呼ばれる。アメリカ貿易権限が定めたアメリカにおけるアセム化批准プロセスのタイムライン正式な交渉プロセスが、 始まったのは2017年5月18日、アメリカのロバート・ライト・サイザー通商代表部代表が90日以内にナフタの再交渉を開始する意向を議会に通知した時だった。2017年7月7日に、USTR は貿易促進権限法に基づき交渉目的文書を公表したが、2017年8月16日に交渉が開始され、 2018年4月8日まで、正式な交渉ラウンドが8回行われた。ライトサイザーは2018年5月2日、今月末までに合意が成立しなければ、交渉は2019年まで中断されると述べた。この声明は当時就任した、メキシコのアンドレスマヌエル・ロッペス・オブラドール大統領が、交渉の文言の多くに同意せず、交渉に調印しない可能性もあるとした。これとは別に、 2018年5月11日、ポール・ライアン下院議長は5月17日を議会の行動の期限と定めた。この期限は無視され、メキシコとの合意は2018年8月27日まで得られなかった。この時点でカナダは提示された合意に同意していなかった。2018年12月1日のメキシコのエンリケ・ペーニャ・ニエト大統領の退任前に締結するため、かつ、 60日の審査期間が必要となるため、合意文書をアメリカ議会へ提出する締め切りは2018年9月30日までであった。交渉担当者は24時間体制で作業を行い、合意文書案を作成したのはその日の午前0時から1時間以内であった。翌2018年10月1日、アセムカの文書が合意文書として公表された。合意文書には、 2018年にアルゼンチンのブエノスアイレスで開かれた G20 首脳会議の再度イベントとして2018年11月30日に3カ国首脳が署名した。英語版、スペイン語版、フランス語版はいずれも成分となる。この協定は各国の立法府による協定の発行のために必要な手続きが終了し、手続き終了の通報を 最後の米国が2020年4月24日に行ったため2020年7月1日に発行する。アメリカの老婆専門家でブラックストーングループの CEO であり創設者であるスティーブン・シュワルツマンはその回想録でアセム化交渉でジャスティン・トルドーが保護された乳製品市場を譲歩するように求めたことが明らかにした。シュワルツマンによるとトルドーは 景気交代が2019年のカナダ総選挙期間において彼の政府の選挙見通しに影響を与えることを恐れていた。トランプ大統領によって残留させた行政官は2017年1月にカルガリーで自由党内閣と招待されました。そして、 交渉が終わりに近づいた2018年10月1日、ニューヨークでの国連での土壇場での舞台裏会議で、トルドーはメディア産業と自動車免除を救うために、落農産業を犠牲にしました。クリスティ・フリーランド外務大臣は、カナダの文化をメディア産業に直接マップしている。ロバート・ファイフ氏は、選挙に関する記事で自由党以外からは、何のコメントも得られなかった。 アセムカの規定は、農産物、工業製品、労働条件、電子商取引などを含む幅広い範囲を含んでいる。このアセムカのより重要な側面は、アメリカの落農家に、カナダ市場へのより多くのアクセスを与えること、自動車の製造における、残酷間で製造される、割合を増加させること及びナフタに含まれていた、紛争解決システムを維持することである。 乳製品の規定はカナダが未批准の艦隊併用パートナーシップ協定で合意した規定と類似しているが若干高くなっておりアメリカには152億ドルのカナダ乳製品市場の3.6%が無関税で提供され TPP での3.25%から上昇しているカナダは国内供給管理システムを維持したまま特定の入生品のクラス7価格設定条項を 撤廃することに合意した。カナダはアメリカから購入する際の免税限度を以前の20ドルから150ドルに引き上げ、カナダの消費者がアメリカ市場により多く免税でアクセスできるようにすることに合意した。自動車の減産地規則の要件により自動車の価値の一定部分は定約国内から得られなければならない。ナフタでは62.5%が要求された。 アセムカはこの要件を12.5ポイント増やし、自動車の価値の75%にする。トランプ政権の当初の提案は、85%に引き上げ、自動車部品の50%は、アメリカの自動車メーカーが製造するという条項が追加するものであった。合意されたのテキストには、この条項のより厳しいバージョンは含まれていませんでしたが、 国内調達の増加は投入コストの増加と既存のサプライチェーンの混乱を伴うことが懸念されています。アセムカ付属書 23A はメキシコに対し、労働組合の団体交渉能力を改善する法案を通過させるよう要求している。メキシコが遵守することを求められている具体的基準については、結社の自由及び団体交渉に関する国際、 労働機関第98号条約に規定されている。メキシコのアンドレスマヌエル・ロッペス・オブラド・ール政権は2018年末、こうした国際基準の遵守を追求する法律を導入した。その他の労働関連措置には、自動車産業における最低賃金要求が含まれる。具体的には北、アメリカで生産される自動車の40から45%は、 最低時給16ドルの工場で生産されなければならない。この措置はアセムカ批准後の最初の5年間に段階的に導入される。アセムカはカナダにおける著作権の存続期間を延長し70年、録音の場合は75年とする。この延長は艦隊平パートナーシップ協定の第18.63条で規定されたのと同じ知的。 財産政策を反映している。アセムカはまた、ワクチンなどの生物学的製剤の特許を10年に延長する。これはカナダでは8年、メキシコでは5年という現行の基準と比較したものである。ナフタには3つの主要な紛争解決メカニズムがあり、第20章が各国間の解決メカニズムである。3つのメカニズムの中で最も議論が少ないとみなされることが多く、 アセムカでは当初のナフタの形を維持しているが、そのようなケースではアセムカ加盟国間で協定の規定に違反されたという申し立てが含まれる。第19章紛争はダンピング防止税または総裁関税の正当化を管理する。第19章がなければこれらの政策を管理するための法的手段は国内法制度を介することになる。第十九章では アセムカパネルが事件を審理し、紛争の仲裁において、国際貿易裁判所として行動することを規定している。トランプ政権は、新しいアセムカの条文から19章を削除しようとしたが、今のところ合意は維持されている。第11章は、投資家、国家間の紛争解決として知られる、第3のメカニズムであり、他国籍企業は、 差別的とされる政策について参加国政府を訴えることができる。第11章は和解メカニズムの中で最も議論の多いものと広く考えられている。カナダの交渉担当者は事実上この措置の汗ムカバージョン第11章から離脱した。カナダはナフタが終了した3年後に ISDS から完全に免除される。また協定そのものについては 6年間ごとに三国間で見直しを行うこととし、16年間のサンセット条項を設けている。この契約は6年間の見直し期間中、さらに16年間延長することができる。サンセット条項の導入は、アセムカの将来を形作る上で、より多くの管理を国内政府に委ねている。しかし、これはより大きな不確実性をもたらす恐れがある。 自動車製造のような部門は国境を越えたサプライチェーンへの多大な投資を必要とする。アメリカの消費者市場が支配的であることを考えると企業はアメリカでの生産を増やすよう迫られる可能性が高くこうした自動車の生産コストが上昇する可能性が高い。汗ムかに新たに追加されたのはマクロ経済政策とカワセレートの問題を扱う。 第33章である。これは将来の貿易協定の先例となり得る重要なことだと考えられる。第33章では通貨及びマクロ経済の透明性に関する透明性の要件を定めているが、これに違反した場合には第20章における紛争の訴求理由となる。アメリカカナダメキシコは現在、いずれも国際通貨基金協定に基づく 実体的な制作要件に加え、これらの透明性に関する要件を遵守している。アメリカの老働専門家で、ブラックストーングループの CEO であり、創設者であるスティーブン・シュワルツマンは、その回想録で、アセム化交渉で、ジャスティン・トルドーが保護された、乳製品市場を譲歩するように求めたことが、明らかにした。シュワルツマンによると、トルドーは、 景気交代が2019年のカナダ総選挙期間において彼の政府の選挙見通しに影響を与えることを恐れていた。トランプ大統領によって残留させた行政官は2017年1月にカルガリーで自由党内閣と招待されました。そして、 交渉が終わりに近づいた2018年10月1日、ニューヨークでの国連での土壇場での舞台裏会議で、トルドーはメディア産業と自動車免除を救うために、落農産業を犠牲にしました。クリスティフリーランド外相は、カナダの文化をメディア産業に直接マップしている。ロバート・ファイフ氏は、選挙に関する記事で自由党以外からは、何のコメントも得られなかった。アセムカは、 加盟国が将来のの自由貿易協定ををどのよううにに交渉するるかに影響を与えるだろう第32.1条は、非市場経済国との自由貿易交渉を開始しようとする場合には、アセムカ加盟国に対し3ヶ月前までにその旨を通告することを要求している。第32.1条は、アセムカ加盟国が今後合意する新たな自由貿易協定を審査する権限を 認めている第32.1条は意図的に中国を標的にしていると広く推測されている。事実、ホワイトハウス交換は、アセムカの交渉に関して、我々は他の国と協定を結ぶことによって、米国の立場を本質的に弱めようとする中国の試みを非常に懸念している。と述べた。アセムカ加盟国は、為替相場の操作を防ぐための、 国際通貨基金基準を遵守することになっている。協定は市場介入の公開を求めている。両当事者が異議を唱えた場合には IMF がレフリーとしての役割を果たすよう求めることができる。中国が支配権を行使するためのテコとして優遇している。国有企業が民間企業と比較した場合、不当な補助金を受けることを何とかして防いでいる。 協定の修正修正合意事項には協定実施、労働、環境、処方薬に関する内容が含まれる。協定実施法執行の抜け穴をなくし、紛争解決システムを合理化し、貿易相手国が約束を守るようにした。労働規則の強化、米国の貿易協定における労働規則は不可能ではないにしても、執行が困難であることが証明されている。 ルールを強化するために次のような重要な変更が行われた。強制労働条項を実効的に実施不可能にしていた条項を削除。メキシコの労働改革の実施と労働義務の遵守を監視する省庁官委員会を設置。メキシコを拠点とし、メキシコの労働観光に関する現場の情報を提供する労務担当官を設置。迅速な対応の強化された 労働執行、国家間の紛争解決だけでは、米国の貿易相手国が労働義務を遵守することを保障するには効果的ではない。労働者に特化した新しい強化された執行メカニズムを確立する。迅速な期間内に工場単位で協定の労働義務を実施するアメリカ合衆国とメキシコの間で取引されるすべての工業製品よびすべての サービスを対象として、独立した、労働専門家によるコンプライアンスの検証結社の、自由及び団体交渉の義務を遵守して、生産されていない商品及びサービスに対して、制裁を課す。環境多国間環境協定を採択し、実施し、及び維持することへのコミットメントを追加。メアのコミットメントを優先する条項の復活。メアと貿易協定の義務を履行する。 モントリオール議定書をこの協定の対象とするために、条項を削除。省庁間委員会を設置し、カナダとメキシコの環境の現状を評価。メキシコシティに、環境専任の駐在員を設置し、定期的に、モニタリング合法的に収穫、採取された動植物のみがメキシコを通じて取引、されることを保障する、新たな税関検証メカニズムの創設。 処方薬議会の立法権の維持、安価な医薬品へのアクセスを改善するために議会が、米国法を改正できるようにするため、高い処方薬価格に貢献する条項を削除。市場で最も高価な医薬品の一部である、生物製剤について、少なくとも10年間の独占権を両提薬国に与えることを求める条項を削除。基地の製品の新たな用途について特許が、 利用可能であることを確認することを両提約国に求める規定を削除。以前に承認された医薬品の新たな使用に関連して提出される臨床情報について、さらに3年間の独占権を必要とする条項を削除した。公正な競争の確保ジェネリック及びバイオ後続企業が特許発明を使用できる状況を明確にし、特許満了日の初日に販売承認を 取得できるようにするための規制審査規定の改正。ジェネリック医薬品の競争を促進する米国の法律の制限を組み込むためのデータ保護規定の改正。医薬品へのアクセスを改善規制上の承認と特許の地位のハードリンクを排除するための特許関連条項の改正。新協定行為に署名する手前左からメキシコのエンリケペーニャニエト大統領。 アメリカのドナルド・トランプ大統領、カナダのジャスティン・トルドー首相。2018年11月30日に、アルゼンチンのブエノス・アイレスにて開催された G20 サミットにて、新協定行為への署名を見せる。手前左から、メキシコのエンリケ・ペーニャ・ニエト大統領、アメリカのドナルド・トランプ大統領、右端のカナダのジャスティン・トルドー首相は拍手。 2018年11月30日 G20 サミットにおいて3者全員が予定通り協定に署名した。協定が発行するためには各国の立法府による批准が必要である。2018年米国中間選挙の結果民主党が会員を制し議会通過のため米議会民主党とトランプ政権との協議が行われ2019年12月10日に合意に達した。 2019年12月10日、メキシコのヘススセアデ外務省北米担当次官、アメリカのロバート・ライトハイザー通商代表、カナダのクリスティア・フリーランド外相は、メキシコ市の国立宮殿において、米国、メキシコ・カナダ協定の内容を一部修正する議定書に署名した。各定約国は、協定の効力発生のために必要な、 国内手続きを完了したときは他の定約国に対し書面により通報する。協定は最後の通告の後引き続く3ヶ月目の月の初日に発行すると規定されている。この最後の通報がアメリカにより2020年4月24日に行われたため2020年7月1日に発行した。米国会員の次期歳入委員長のビルパーセルは アセムカが議会を通過するための変更が必要であると主張した。共和党員はアセムカの LGBTQ と妊娠中の労働者に労働権を認める現在の規定に反対した。議会の共和党議員40人は性的指向及び性同一性の言葉の前例のない組入れを含む取り決めに署名することに反対してトランプを促した。その結果、 トランプは最終的に雇用差別から労働者を保護することが適切であると考える政策のみを各国に約束する改定版に署名し、米国は追加の被差別法の導入を要求されないことを明確にした。カナダ政府はアセムカの合意が変更された場合、合意された条件にもはや従わないという懸念をさらに表明した。2018年12月2日、 ドナルド・トランプ大統領は、ナフタの6ヶ月間の脱退手続きを開始すると発表し、議会は、アセムカを批准するか、ナフタ以前の取引ルールに戻す必要があると述べた。大統領が、議会の承認なしに協定から一方的に撤退できるかどうかについて、学者の間で議論が行われている。2019年3月1日、米国の農業を代表する多くの団体がアセム への指示を表明し、議会に協定の批准を求めた。また、新貿易協定が批准されるまでナフタを支持し続けるようトランプ政権に求めた。しかし、リチャード・ニール会員再入院長は3月4日、議会での合意は非常に難しいと述べた。3月7日の時点でホワイトハウス交換は会員再入院会のメンバーや問題解決効果数。 木曜グループ、ブルードック連合といった両党の恩恵な党員集会に出席し、批准への支持を得ようと努めている。議会との交渉が続く中で、トランプ政権はナフタから脱退するという脅威からも後退した。5月30日、ライトハイザー通商代表は、2015年大統領防疫促進権限法に基づく米国、メキシコカナダ協定の実施に関する行政措置に、 関する声明案を議会に提出した。同法案は、6月29日から30日後に、アセムカの実施法案を議会に提出することを可能に、するもので、ナンシー・ペロシカ委員長とケビン・マッカーシー、共和党院内総務に当てた所管の中で、ハイザー通商代表は、アセムカは、アメリカの通商政策、アメリカの競争力のあるデジタル貿易、知的財産、 サービス条項の近代、アメリカ企業、労働者、農民のための公平な競争条件の場の創出における標準であり、これはメキシコとカナダの貿易関係の基本的な再均衡を示すものであると述べた。行政措置声明の総案提出を受けて、ペロシカ院議長は声明を発表し、アセムカがアメリカの労働者や農民に利益をもたらすことを ライトハイザー通商代表と確認する作業を終える前に草案を提出したのは前向きな手段ではなくナフタ改正の必要性については合意しているが労働基準や環境保護などにおいてより厳格な執行規定が必要と指摘した9月25日トランプ米大統領は自分に対する弾劾調査がアメリカメキシコカナダ協定の議会承認を混乱させ 投資家がよりリスクの高い資産から逃れようとしている、メキシコのペソと株式市場を下落させる可能性があると警告した。9月26日、アメリカのナンシー・ペロシカ委ン議長は、メキシコとカナダとの間の通常協定の批准に向けた作業を進めていることを明らかにした。12月10日、ナンシー・ペロシカ委ン議長は、米国、メキシコ・カナダ協定の修正について、 トランプ政権と合意に達した旨を発表した。ペロシ議長は記者会見を開き、今回の貿易協定はナフタよりも優れたものだが、我々の取り組みによって、政権から当初提示されたものより、飛躍的に改善したと称賛した。12月13日、米国、メキシコカナダ協定実施法が、民主党会員内総務のホイヤー、ステニー議員により、会員に提出される。 12月19日、米国、メキシコカナダ協定実施法が、下院で、賛成385、民主党193、共和党192反対41で可決される。2020年1月16日、米国、メキシコカナダ協定実施法が、上院で、賛成89、民主党38、共和党51反対10で可決される。 1>, 1月29日、トランプ大統領は、米国、メキシコカナダ協定実施法に署名し成立した。4月24日、ライトハイザー通商代表は、すでにカナダ及びメキシコが協定発行のための国内手続きの完了を通報しており、米国が手続きの完了を両国に通知して協定が7月1日に発行することを議会に対し通知した。 2019年5月29日、トルドー首相は、アセムカ実施法案を会員に提出した。6月20日、会員第2読会を通過し、国際貿易に関する常任委員会に付託された。9月11日、カナダのジュリー・ペイエット総督は、ジャスティン・トルドー首相の助言に基づき、カナダ議会の解散を宣言し、選挙戦がスタートした。カナダの会議会選挙は、 2007年選挙法に基づき、前回2015年10月の総選挙から4、歴年目の10月の第3月曜日に行うこととされており、今回は10月21日に投開票が行われる。解散によりセむか実施法案は廃案となり、総選挙後の審議会で再度提出、審議されることになる。2020年1月29日、 クリスティア・フリーランド副首相県政府間関係省は、アセムカ実施法案を会員に提出した。2月6日、会員第2読会を通過し、国際貿易に関する常任委員会に付託された。3月13日、実施法案は会員を通過し、同日上院を通過して、総督承認がされ、法案は成立した。この異例の通過は、新型コロナウイルスの拡大に備えて、 手続きを前倒ししたと報道されている。4月3日、クリスティア・フリーランド副首相兼政府官関係省は、カナダがアメリカ及びメキシコに対し、アセムカの効力発生のために必要な国内手続きを完了した旨通告したと発表した。2019年6月20日、メキシコ上院は協定を批准した。12月12日、メキシコ上院は米国。 メキシコカナダ協定を修正する規定書を賛成107反対1で承認した。2020年4月3日、メキシコ政府がカナダ及びアメリカに対し、アセムカの効力発生のために必要な国内手続きを完了した旨通告したと CBC が報道した。アメリカのマイク・ペンス副大統領がアセムカを支持する。トランプ大統領はしばしばナフタを 史上最悪の貿易協定かもしれません。と批判してきたが、トランプの新しいレトリックは、これは私たち全員にとって素晴らしい取引です。とし、汗むかを称賛している。通商専門家の間では、貿易条件の変更がホワイトハウスの観点から、このような変更を正当化するに足るほど重要であるか、どうかについて意見が分かれている。 ナフタ交渉を総括したクリントン元大統領の元でのミッキー・カンター元通商代表はこれは本当に元々のナフタです。とし、と批判した。マサチューセッツ州のエリザベス・ウォーレン上院議員は新しい規則は高齢者や救命医療を必要とする人のための医薬品価格の引き下げを困難にするだろう。と述べ生物学的物質の特許期間を10年に延長し、 新しいジェネリック医薬品の市場参入を制限する法案を実行した。アメリカ通商代表部はこの交渉形式のアセム化の成果に焦点を当てたファクトシートを公表し、新たなデジタル貿易措置、営業秘密保護の強化、自動車の減産地規則の調整による製造の支援を貿易協定の利益の一部として挙げ、上述の批判者に反論を提供している。 かつて支配的な地位を占めていた携帯電話会社リサーチ・インモーション社の元会長であるジムバルシリーは2018年1月に出版された論説の中でカナダの政治家たちの植民地の単眼的な態度はアセムカのデータと知的所有権条項に対する誤ったアプローチとなっていると述べている2018年夏に発表されたカナダ国立 研究評議会の報告書は、アセムカの規定の下で、国内企業が外国企業のビッグデータの提供者になるリスクを懸念するというものであった。2019年4月28日、アイオワ州選出の共和党上院議員、チャック・グラスリーは、ウォール・ストリート・ジャーナルへの論説を書き、メキシコとカナダの報復関税に言及し、 連邦議会は、メキシコとカナダの報復関税発動中は、アセムカを承認しない。と述べた。2019年夏、トランプ氏のラリー・クドロー最高経済顧問は、アセムカは批准後、GDP を0.5%ポイント、雇用を年間18万人増やすと二度主張した。国際貿易委員会は、クドローの分析は、同協定が批准されてから6年間で、 GDP を0.35ポイント、雇用を17万6000人増加させたことを実際に確認したことを引き合いに出した分析した。アメリカ議会調査局が発表した別の調査結果によると、雇用、賃金、経済全体の成長には、この協定による測定可能な影響はない。ありがとうございます。